そのアメリカで中国と韓国による反日工作というやつが、はい、ずっと行われているというのはご存知だと思います、はい、で今アメリカでその反日工作に一番日本人の方々あるいはその子どもたちが苦しんでいるのが、はい、カリフォルニア州なんですね、はい、でそこに行ってきたんですけれども、はい、そもそもの動機はこのカリフォルニアに住んでいる本当にごく普通の日本人の主婦の方々が中心になりまして日本を思う在米日本人の会っていうのを作ってるんです、はい、で、全て完全なボランティアでこの会は運営されてて、はい、そして、去年まず第1回の不詳僕の講演をやろうということになりましてで僕や独立総合研究所の研究員も、はい、太平洋を渡る飛行機代は全て自分たちで出して、はい、それに協力するということが始まりました、で今年2回目として、まあ、極端な短い日程ですけれども、まあ、弾丸出張ってやつですね、はい、でそれで行って帰ってきたんですが、去年になかったことが一つありまして、まず中高生たちに話をしたんです、はい、というのはこの反日工作ってやつは日本ではいわゆる慰安婦の少女像これまあ嘘の像なんですが、はいはい、こういうものが作られて困ってるって話は報道されてますけれどもですね、はい、本当はこのアメリカで学んでる日本人の中学生、小学生、高校生がいじめに苦しんでるっていう実態があるんです。いじめ？どんないじめですか？いやもう直接殴られたりですね、日本人は悪いことしたんだからと言って後ろから突き飛ばされたり、はい、あるいは言葉の暴力を毎日毎日浴びせられたり、これ例えば外務省などは公式にはそういうのは噂だと言ったりしてるわけですね、はい、しかし実際現地を訪れますともう子どもたちも親たちも苦しみ抜いていて、もう日本国はそれを知らん顔しているように見えること自体にも苦しんでいる、何重にも苦しんでいるんですね。この差別じゃないですか、だってある意味ね、まあ、全く根拠のないしかも差別なんですね、はい、で中国や韓国の子どもたちは親や学校でそういうのを教わるから、はい、思い込んでやってるわけですね。はあ、でそれに影響されて最近では普通のアメリカ人の子どもまで、日本人に対しておかしなことをしたりするケースも出ている。ところがですね、日本人の数がどんどん減ってるんで、はい、中国や韓国から来た人の数が増えてるんで、はい、そのいじめを表沙汰にしてもらうと余計苦しむっていう声もあって、なかなかその例えば外務省なども動きづらいっていう現実があるわけです。で私は自由な一民間人ですから、はい、こういうボランティアの普通の主婦の方の声に応えて、はい、今回まずどこ行ったかというと日本語の補習校っていう学校があるんですね、はい、つまり例えば僕が行ったのはカリフォルニアのサンノゼって町なんですが、これアップルの本社があったりして、はい、ハイテクの世界のセンターのようなところなんです。そこに優秀な日本人の方が、まあ、仕事で行って、その子どもたちが現地の英語の学校で学ぶ。でそれを例えば週末などを利用して日本語の補習を行う、はい、日本語の教科書を使って例えば歴史も勉強するということをやっている学校があるんですね。で父兄のご要望でその学校にまず行ったんですが、実は学校側から例えば慰安婦の問題は中学の教科書にはまだないから、はい、これ中高生両方とも集まってるから、教科書のないことは話してくれるなと、いうことを言われまして、ほうほう、僕は学校側の言い分を全部聞いた上で、はい、それは全く間違ってますねと、うんうんうん、教科書にないことを話すために外部から人がやってくるんであり、はい、教科書をなぞるだけなら集まった子どもたちもがっかりするだけだと。まあまあそうですね。で例えば、僕は文科省の参与ですけれども、しかし例えば報酬を返上して、はい、自由な立場で、どこにも出かけていってるんであって今回もそうしますと、学校を説得した上で、たった45分の授業だったんですけれども、はい、45分ですからもう日本の根っこをお話しました、はい、というのはこの中高生たちは日本人の指定だけじゃなくてその中国や韓国の指定あるいはアメリカ人の指定も実は一部いるわけですね、あるいはフィリピンの指定もいる、はい、でしかし日本語をみんなで学んでるから、例えば日本に行った時に京都に行ってください、はい、京都に行ったら御所に行ってください、うん、御所に行ったらあそこは天皇陛下の本来のお住まいなのに、はい、お堀もなければ砦もない、うんうん、何も天皇陛下を守るものがない、
平も行き過ぎて中が見えてしまう、はい、これどうしてですか、世界の皇帝や王様のお住まいにこんなとこありませんね、どうしてだと思うというふうに、うん、まあ、最初足を投げ出して斜めから聞いてた、多分アメリカ人の子供にこの質問しますとね、はいはい、足をちゃんと戻してまっすぐ僕の目を見て、それは日本の天皇陛下という人が尊敬されてて襲われる心配がないからだと思いますと、うん、素晴らしい答えをしたんですね、はい、でみんなで拍手してもらって、僕がその通りだけども、もう少し奥の根っこに何があるかというと、うん、実は例えば仁徳天皇という古代の天皇がいらっしゃって、はい、夕方宮殿から私たち民の住まいをご覧になったら煙が上がってない、台所から煙が上がってない、はい、これはご飯を食べられないんだと理解されて、はい、税金を取るのやめられて、うん、自分の食事が粗末になり宮殿の屋根の吹き替えができなくなってもずっとそれを続けられて、うん、やがて、これ民のかまどっていうんですが、かまどってキッチンのことですね、はい、私たち民の台所から煙が上がるようになった、ご飯を炊けるようになったのを見て初めて税金を元に戻され、ご自分の食事も元に戻された、うん、これはどういうことかというと、古代の時代で世界の皇帝王様で日本の天皇陛下だけが自分ご自分のことよりも私たち民のことが大事、うん、自分よりも人のことが大事という文化をずっと育んできたという意味なんですと、うんうんうん、だから京都御所も何も守るものがない、民に襲われる心配がない世界で唯一の、文化のあり方なんですというお話をしまして、はい、これは君たちの生き方にもつながることだと、うん、自分のことだけを考えるんじゃなくて人のことを大切に考える、うん、それが日本の根っこだから、うん、いろんなおかしなことを言われても、うん、そこを信じて日本語を学ぶものとして手をつなげながら育っていってくれという話をいたしました。その翌日に、はい、その翌日に大人たちには実は連続5時間15分、はい、現在の話もしたんですけれども、うん、今お聞きになろうとしたのは子どもたちの反応だと思うんですが、うん、最初特にアメリカですからダワダワしたりいろんなことあったんですけど、もう最後の15分ぐらいはですね、みんな本当にキリッとした表情になって、僕はずっとみんなの間を、回って話していったんですけども、僕と目を合わせてもう表情は全く変わってですね、うん、これがいじめられている日本の子どもたちの最初の救いになってくれればいいなということを願って、うん、